ヨハネの手紙さんは、新約聖書の聖典を構成する27文書の一つで行動書簡に分類される3通のヨハネ書簡の最後のものである。画用という人物に当てて、他のキリスト教徒を受け入れ、親切にすることを説いた、この書簡は15節しかなく、旧約、新約聖書の中でも短さの点で1、2を争う。一世紀後半から二世紀初め頃に成立したと、 考えられているが、その短さや、距離的要素の少なさもあって、キリスト教文献での直接的言及は3世紀まで、見られず、聖典と広く承認されるまでに時間を要した。定評ある、ギリシア語皇帝版のネストレアーラント28版での、題名は、オウム・オミクロン・パイ・シグマ・オミクロン・ラムダ、である。ヨハネの手紙さんという呼称は、新共同訳聖書によるもので、 カール・ゲズラフによる最初の日本語訳、ヨハネ・シュタガキ以来、様々な題名で呼ばれてきた。何らかの団体によって訳された聖書での名称としては、ヨハネの第3の書、ヨハネの第3の手紙、ヨハンネスの手紙3、ヨハネの手紙第3、イオアンの第3書などがある。以下では便宜上、第3ヨハネ書内し第3書と略す。 他二つのヨハネ書簡の略し方もこれに準ずる。明治元分け聖書のヨハネ第三書行動書簡は、本来、行動の境界に当てて書かれたことからその名があるが、第三ヨハネ書きは著者自らが、長老王と名乗り、概要という個人に当ててこの手紙を書いている。便宜上は、行動書簡に分類されるとはいえ、本文からはこの手紙が完全に個人的な手紙である、ことが読み取れる。 長老は、地域内の信徒の家で営まれた、小規模な家の教会を巡回して、福音を説いていた、兄弟たちの艦隊や支援をしている、外王を称賛し、彼に対し、ある、家の教会を取り仕切って、兄弟たちを拒絶している、ディオトレフェスには従わず、引き続き善を行うようにと激励している。初期のキリスト教文献はこの書簡についての言及を、何も含んでおらず、 三世紀半ばになって、ようやく言及された。その背景には、この書簡が非常に短いこと、使との著作であると承認されるのに時間を要したこと、その内容が個人的であることなどがあったと考えられている。伝承上は、使と、ヨハネの著作とされるが、現代では少なからぬ論者が疑問視している。とはいえ、第三ヨハネ書の言葉遣いは、他のヨハネ書簡や、 ヨハネによる福音書と共通するものを含んでおり、若干の遺説はあるが、1世紀末頃から2世紀初頭に他の2書館とともに同じ人物、あるいは少なくとも同じ共同体に属する構成員によって作成されたと考えられている。執筆地は未称であるが、伝統的にはエフェソと想定されている。この書館は、 現存最古の部類に属する新約聖書の写本の多くに見出され、大きな異文などは存在しない。神学的内容は、希薄とされ、新約聖書の中で重視されてきたとは言い難いが、信徒同士が親切にし合うことの大切さや存在に、振る舞うことへの戒しめが解かれているとみなされており、教会制度の過渡期の様子を伝えているという、歴史的側面からの評価もなされている。 第一ヨハネ書き冒頭に描かれた差し絵ヨハネ書簡と呼ばれる三通の書簡は実際には著者名が一切書かれておらず第三書の本文でも著者は単に長老とだけ名乗っているこの著者問題は他の二通のヨハネ書簡及びヨハネによる福音書の著者との関連で議論されてきたすべての書簡が同一人物によるのかまた違う場合には どれが同一人物によるのかなどについて様々な議論があり、確定していない。とはいえ、少なからぬ、専門家が三つの書簡すべてを同一人物の作品と見る説をとっている。伝承通り三通すべてを、使とヨハネに記する、ローマカトリックのフェデリコ・バルバロやフランシスコ改正書、研究所、福音派の申請書辞典や、真実要請書中会は当然その立場であり、 死とヨハネを著者とする伝承を受け入れていない。聖書学者にも創設新約聖書でヨハネ書館を担当した中村和夫、上智学院の新カトリック大辞典などでヨハネ書館を担当した小林実などのようにこの立場を取る者たちがいる。アンカーバイブルでヨハネ書館を担当したレイモンド・イ、e、ー・ブラウンは多くの学者が三書館すべてを同一著者に記することに、 否定的であると述べつつ、自分は三書館すべてを同一著者に記すると述べていた。しかし、後には、多くの学者が三書館を、同一の著者の作品と見ていると述べた。使徒ヨハネと見ることに批判的な学者からは、もしも、第三ヨハネ書きが、使徒ヨハネによって書かれたのだとすれば、ディオトレフェスが彼に反抗したことは奇妙であると、されている。というのは、使徒たちは、 初期キリスト教会にあっては高く尊敬されていたからである。これに対して、福音派の申請書辞典では、首都ヨハネの著書とする観点から、まさにヨハネの首都圏を否定したものとして、ディオトレフェスの振る舞いが暴挙と位置づけられている。同様に福音派の申請書中会では、ディオトレフェスの異常さこそが問題であって、彼の振る舞いが首都 ヨハネの著作であることを否定する根拠にはならないと主張されている。さて、ヒエラポリスのパピアスによって140年頃に書かれ、エウセビオスによって引用された断片からは、書簡の著者に関して、死とヨハネとは別の可能性が指摘されている。その断片で、長老ヨハネという人物について言及されているからで、あるが、この人物について知られていることは、 パピアスの乏しい言及以外には何もないので、第三書の著者と、この詳細不明の人物と結びつける根拠は何もない。それでもヒエロニムスがこの、長老、ヨハネを、第二、第三ヨハネ書の著者と位置づけていたことで、近代以降にもこの見方をとる者たちがいる。その延長戦で、中村和夫、NTD 新約聖書中会シリーズで、 ヨハネ書簡を担当したヨハネス・シュナイダーラのように、三書簡すべてを、長老、ヨハネの作品とする者も,もいる。三書簡を執筆したのは、使とヨハネその人かもしれないし、長老、ヨハネのような他の人物かもしれないが、チャールズ・ドットは、もしも我々がこれらの書簡の匿名の著者を、いくらか知られている人物と結びつけようとするなら、ほとんどうまくいかないものと思われると述べていた。 1> 第1ヨハネ書を別人の作都市、第2書と第3書のみ同一人物に記する見解もある。前述のように、古くはヒエロニムスがこの見解を紹介していたが、現代日本では、新約聖書略下でヨハネ書館を担当した宮内明、新共同役新約聖書略下で同書館を担当した土戸清などがこの立場である。第二書と第三書には、 多くの類似点がある。どちらも当時の他人宛の手紙の様式で書かれており、著者はプレスビューテロスとだけ名乗っており、直訳では老人を意味する。そしてどちらの書簡も艦隊と教会内の対立のテーマを扱っている。それらは長さの点でも極めて類似しているが、おそらくそれはどちらもパピルス一枚に収まるようにしたためたことによるのだろう。第三書は、 言語的には、第二書とも、他のヨハネ文書とも似通っている。使われている99種の単語のうち、21種類は、とや関詞など、指して重要でない単語であり、有意義なのは残る78語である。そのうち23語は、第1書にも、ヨハネ福音書にも登場しないが、その23語中4語は、第3書に、固有のものであり、1語は、 第二書とだけ共通し、二語は第二書と共通するが他の新約聖典にも見られるものである。ゆえに、第三書の優位な単語の約三十パーセントは第一書にもヨハネ福音書にも登場しないが、同じ数字は第二書の場合では二十パーセントになる。これらの考察が示すのは、第二書が第三書よりも第一書と強く結びついているものの、第二書と 第三書の間にも十分に密接な結びつきを見出せるということである。しかしながら第二書と第三書が同一の著者によるという見解に意義を唱える研究者も少数ながら存在し、ルドルフ・ブルトマンは第三書をもとに第二書が別人の手で書かれたと主張していた。日本では田川健造がこの立場で第二書と第三書の著者は文体から キリシア語の素養の差が明瞭であり、内容からこれらの著者が対立的な関係にあったと推測している。第2書と第3書を対立的に捉える見解は、フェミニスト神学の聖書中解書で、ヨハネ書館を担当したマーガレット・ディー・ヒュー・タフも示している。死とヨハネ・カズトに寄する場合はもちろんであるが、それ以外の著者を想定する場合にも、それらが 同一の思想的集団から発していると推測されることが普通で、その集団は、ヨハネ学派、ヨハネの教会、ヨハネ教団、ヨハネ共同体等と、仮称されている。エフェソのセルシウスと書簡アイト3通のヨハネ書簡は、いずれもほとんど同じ時期に書き上げられたとみなされている。その時期は、若干の異説もあるものの、概ね1世紀末から2世紀初頭と見積もられている。 例えば、福音派の申請書時点では80年代末から90年代、初頭に作成されたという見解が有力説として挙げられている。福音派の申請書中会でも90年頃とされており、同じく福音派の小山礼事も90年から91年頃としている。ローマカトリックの側では、フランシスコ会約聖書がヨハネ福音書よりも少し先に成立したと考え、 90年よりも少し前の時期を想定している。これに対して同じカトリックでもフェデリコ・バルバロはヨハネ福音書やヨハネの目視録よりも後の成立であろうとみなしていた。また岩波委員会約聖書でヨハネ書簡を担当し、それらを首都ヨハネの作とはみなしていない大貫隆の場合、ポルカルポスの言及なども勘案して110年前後としている。 この見解は小林実も踏襲している。ブラウンは現存するヨハネ福音書が原著者の版に最終編集者が手を加えて成立させたという立場を取っており、その原著者の版の10年ほど後、しかし最終編集者の版が出る前に3書簡が書かれたと想定した。ハーパー聖書中会でも100年頃とするのが大方の見解とされている。 フランスのクセジュ総書で新約聖書を担当したレジスビウルネは90年から110年の間とし、土戸清もほぼ同じ期間を想定している。ヨハネ書館には、執筆地を示すものは何もないが、それらの初期の引用者であるポリカルポス、パピアス、エーデナヨスらの作品がコアジアで書かれたことを考えるなら、ヨハネ書館も小アジアで書かれたのだろうという程度の、 推測は成り立つ。それに対し、教会の伝承では、ヨハネ書館の執筆地は小アジアの中でもエフェソと限定されており、ローマカトリックのバルバロ、フランシスコ改正書研究所福音派の申請書辞典、小山霊寺などはいずれもそれを堅持している。第三ヨハネ書きは、行動書館に含められているが、概要という個人に当てた純粋な指針であり、 様式の面からも当時の一般的な指針とほとんど変わらない。そのため、行動書簡を言葉通りに、行動の境界に当てられた書簡と位置づける場合、第3ヨハネ書きはこれに該当しない。この点については、第1、第2ヨハネ書とひとまとめに編纂されたことによる、例外という推測や、行動書簡を7通にし、特別な数、7に揃えるための数合わせという推測などがある。 他方、総書ニューテスタメントシオロジーで、ヨハネ書館を担当したジュディスリューたちは、行動書館の本来の意味ではなく、より緩やかな定義、すなわち、後に、教会全体の命と生存にとってなくてはならない、ものであることが分かったという観点からならば、そう呼びうるとしている。新約聖典に収められた書館には、実際に出された手紙であったかどうかに、疑問のある事例も見られるが、 第三ヨハネ書きが実際に出された手紙であることは疑われていない。これは聖書信仰の立場を取る福音派はもとよりリベラル派の立場でもそうである。リベラル派が疑う余地のない指針とみなしているのはこの第三ヨハネ書とパウロ書館に含まれるフィレモンへの手紙のみであるがフィレモン書よりも教会の問題に直結していることが指摘されている。完全な指針と言える。 本書全体の主題は、兄弟たちを受け入れること、また彼らへの援助を行うことについてである。第二ヨハネ書及び第3ヨハネ書については、そのいずれかが第1ヨハネ書を送る際の疎営状であったと推測する説もある。新約聖典の中で節が最も少ないのは第2ヨハネ書きであるが、単語数で見れば第3ヨハネ書が新約聖典中で最短である。 ブラウンは、ネストレアーラント21版に基づく算定として、短い順に、第3章219号、第2章245号、フィレモンへの手紙を355号、ユダの手紙を457号としている。ティンデル聖書仲介で、ヨハネ書館を担当したジョン・ストット、インタープリテーションシリーズで、ヨハネ書館を担当した D.M. スミス、大抜隆史のように、第2章、 第3章を共に、聖書中で最短の書と位置づける者も,もいる。翻訳聖書や仲介書の場合、しばしば役者や仲介者によって、込み出しをつけられ、段落分けがされることがあるが、第3章は短い手紙なので、岩波委員会訳聖書、英語訳の改定標準訳聖書、新アメリカ聖書、仏語訳のラティオービーのように、段落分けをしていない、翻訳聖書もしばしばである。 ここでは、込み出しをつけているいくつかの例として、新共同訳聖書、バルバロ訳聖書、新海訳聖書第3版、英語訳の新海定標準訳聖書、仏語訳のエルサレム聖書を挙げておく。第3ヨハネ書の内容を要約すると、以下の通りである。この書簡はガヨという人物に向けて書かれた。長老は、ガヨに対し、旅する兄弟たちの集団への忠誠や艦隊を褒める。 長老はガイオに兄弟たちが旅を続けられるように支援することを求めた。次に長老はディオトレフェスとの確執について助述する。この人物は長老の権威を認めず、ガイオと違い長老によって派遣された兄弟たちを歓迎しない。長老は教会に向けて以前書き送った手紙がディオトレフェスによって握りつぶされたことに言及する。そして、 長老は、教会に赴いて、ディオトレフェスと対決するつもりであると語る。もっとも、この対立が何に起因するのかは、直接的には語られていない。その後、長老は、デメトリオという人物に言及する。彼が、どのような人物なのかは、承述されていないが、おそらくこの手紙で先に論じられていた、宣教師集団の構成員で、第三ヨハネカキは、 画王に対するデメトリオの紹介状であったとしばしば考えられている。長老は手紙を締めくくるのに先立ち、画用に向けて他に語るべき多くのことがあり、近いうちに彼に会いに行くつもりであることを第二ヨハネ書十二節とほぼ同じ言葉遣いで述べている。締めくくりの言葉は当時の書簡に典型的な挨拶であり、ユダヤ教徒からキリスト教徒へと受け入れられた平安が あなたにあるようにという言葉が添えられている。第三書は、ヨハネ共同体の個人名に言及されている、例外的な書簡である。しかし、短い手紙であり、その正確な背景は明らかではない。その分、個々の論点に関する推測は多様であり、以下での仲介にしてもすべての説を網羅できるものでは、ないが、主として、複数の専門家の手になる。 聖書仲介書のヨハネ書館担当者の見解を中心にまとめている。便宜上、日本語訳聖書のうち、比較的細かく分けられている深海訳聖書、フランシスコ海訳聖書の段落分けに従う。なお、以下での第三ヨハネ書及び他の新訳聖典からの引用は、個別に中期がない限り、著作権保護期間が切れている候語訳聖書に依拠する。ただし、 中介中での固有名詞表記は原則として、新共同約聖書に準拠する。一節から四節一長老の私から、真実に愛している親愛なるがいを得、に愛するものよ。あなたの魂が、いつも恵まれていると同じく、あなたが、すべてのことに恵まれ、また健やかであるようにと、私は祈っている。三兄弟たちが来て、あなたが、 真理に生きていることを明かししてくれたので非常に喜んでいる。事実、あなたは真理の内を歩いているのである。4私の子供たちが真理の内を歩いていることを聞く以上に大きい喜びはない。第3ヨハネ書1から4節1節で差出人と宛先が記載されている。この書き出しは第2ヨハネ書の書き出しと告示しているが祝福を書き、 新約聖典に収められた書簡の中で最も短いものである。これについて、当時の世俗的な手紙と比べれば珍しいものではないとするブラウンのような見解と、そうした手紙と比べてさえも短いとするシュナイダーのような見解がある。第二書と第三書の差出人は共に長老と名乗っている。交語役や新共同役では、 長老の私と言葉が補われているが、私に対応する言葉は原文にない。福音派では、これも、私とヨハネの書いた根拠の一つとみなされる。というのは、名前も示さずに単に、長老と書いただけでその人物と権威を伝えられるような人物として、使とヨハネはいかにもふさわしいからである。死とが長老と名乗る例は、ペトロの手紙一にあり、 これが傍傷とされる。また、単に長老と名乗ったのは、使とと名乗るよりも、信徒との親密さを示すことになるからだという。他方で伝承を支持しない論者たちは、ここでの長老を名前のわからない人物としている。例えば、編集試験級の開拓者の一人であるビリー・マルクス戦は、長老が使徒ヨハネである可能性をはっきりと否定しつつ、 ヨハネ共同体の一員によるものだろうとした。前述の著者説も参照のこと。この長老がどのような故障なのかにも議論がある。ブルトマンはこの長老は食生命ではないだろうとしている。大抜き隆氏も家の教会を統括する立場の精神的指導者であったと推測している。アテナとされているガイオの詳細は不明である。ガイオの名は 新約聖典では他に3文書4箇所に見られる。まずは、使徒原稿録19章29節で、アリスタルコと共に、パウロの伝道旅行の途上で言及されている、キリスト教徒の概要である。それに続く20章4節でも、パウロをトロアスで待っていた7人の労働者の一人として、デルベの概要の名がある。次に、コリントンの信徒への手紙11章14節で、 言及されているガイオがいる。彼はコリントに住みパウロから直接洗礼を受けた数少ない人物とされている。最後がローマの信徒への手紙16章23節に登場するガイオでパウロとその執筆地の境界全体が世話になっている人物として言及されている。しかしガイオは当時非常にありふれた名前であり第三ヨハネ書に登場する。 イオを、そのいずれかのがイオと同一しすべき根拠は何もないのである。中にはそれら他の登場箇所のイオとは別人であると断言している文献もある。ただし、少なくともイオは、富裕な人物であったとされている。なぜなら、長老は、彼に何人かの兄弟たちを短期間間退させることを不当な負担とは考えていなかったからである。首都教献は、イオが、 ペルガモンの死教になったと記録しているが、この記述を裏付けられる初期の資料は何もなく、真偽は定かではない。二説では、身体的な健康についても祈りが捧げられている。これは、新約聖書の祈りの中でも他に例がなく、ガヨが健康を害していた可能性を指摘する者たちもいる。土戸清は、ここで、健康であることを意味する単語の新約聖書における、 登場箇所のうち、競技や言葉の健全性を示す意味で使われているのは、巻き替え書館に集中しており、残る登場箇所が、いずれも身体的な健康の意味であることを、概要が病気であったとする推測に結びつく、根拠として挙げている。他方で、ブラウンらは健康云々をよくある言い回しとし、そこから病気であったという推論は、導くことに対して否定的見解を示している。 ルドルフ・ブルトマンらも健康云々を上等句としつつ、あなたの魂がいつも恵まれていると同じくという言葉の追加によって、身体的健康にとどまらない内面的な意味を放含する方向に挨拶の意味を変質させていると指摘した。3節では概要について好意的な報告を受けていることに触れているが、ここを含めて長老が 画用との直接的交流について明言している箇所はない。ブラウンは、長老王と画用に面識はなかったのではないかと推測している。それに対し、4説で画用を私の子供たちに含めているらしいことから、画用を回収させたのは長老であったと推測する説がある。ただし、この場合の子供たちは自分が回収させたキリスト者のみに限定されていないとして、 長老が回収させたことに慎重な見方をするヨハネス・シュナイダーのようなものもいる。なお、四節は福音派のエッセンシャル聖書辞典では第三ヨハネ書の主題と位置づけられている。五節から八節後を愛するものよ。あなたが兄弟たち、しかも旅先にあるものに尽くしていることは皆真実な技である。六彼らは諸教会であなたの愛について証をした。 それらの人々を神の御心にかなうように送り出してくれたら、それは願わしいことである。七、彼らは、虚名のために旅立ったものであって、違法人からは何も受けていない。八、それだから、私たちは、真理のための道路者となるように、こういう人々を助けねばならない。第三、ヨハネ書語から八節福音派のスタディバイブルの一つである、バイブルナビでは、五節が第三、ヨハネ書の、 中心聖句とされている。三節でも言及されていた兄弟たちが五節から八節で詳しく述べられている。この兄弟たちは信仰上、または伝道上の兄弟たちで、彼らはマルコによる福音書六章八節から九節のイエスの命じるところに従って一切の資金を持たない旅に出ていた。また旅のために杖一本の他には何も持たないようにパンも 袋も、帯の中に、銭も持たず、ただわらじを履くだけで、下着も二枚は着ないように命じられた。マルコによる、福音書六章八から九節ここで言う、違法人は、異教徒あるいは不信人者を指している。巡回伝道者は金目当てに伝道しているのではないと、示すためにも、異教徒たちから何も受け取るわけにはいかず、キリスト者の援助を必要としていた。ゆえに六節に言う、 送り出すには、経済的援助が含まれる。こうした、巡回電動車の様子は、使徒恐怖文書に含まれる、十二使徒の教訓十一、十二、章などでも扱われている。主の名に置いてくるものは皆、受け入れなさい。来た人が旅の途上にある人ならば、できる限りの援助をしなさい。しかしその人は、必要がある場合にも、二、三日以上あなた方のところに留まるべきではない。 もし彼がそのように行動することを望まないならば、その人はキリストで商売をする人である。このような人たちに注意しなさい。十二使徒の教訓十二章、佐竹明役、十二使徒の教訓における描写は、巡回伝道者から地域ごとの監督者へと教会の主導権が移りつつある時期と推測されており、第三ヨハネ書に描かれた対立も類似する過渡期を背景としている。 可能性がある。なお、六節で、教会への言及があるが、ヨハネ文書で出てくる、教会全三箇所はいずれもこの書簡に含まれる。この、エクレーシアは、本来的には、集会一般を指す語であり、この場合は、監視がないので集会の意味で用いられていると見る者も、もいる。いずれにしても当時の、教会は、現在のような、壮麗な建造物を備えたものではなく、 共同体内の特定人物の家に開かれた家の境界を小単位とする地域的なまとまりであった。なお、第三ヨハネ書に女性の存在は明示されていないが、フェミニスト神学では他の書簡などからの類推によって家の境界での艦隊において女性が大きな役割を果たしたであろうことが指摘されている。七節に登場する魚名はイエスの魚名、の魚名などと理解され、 虚名のために、を、キリストのためにと、尺儀している文献もある。八節では、巡回伝道者を助けることで、真理のための道路者になれることを示している。九節から十節九私は、少しばかり教会に書き送っておいたが、みんなの頭になりたがっているデオテレペスが、私たちを受け入れてくれない。十だから、私がそちらへ行ったとき、彼の仕業を指摘しようと思う。 彼は口汚く私たちを罵り、そればかりか、兄弟たちを受け入れようともせず、受け入れようとする人たちを妨げて、教会から追い出している。第三ヨハネ書9から十節長老と対立する、ディオトレフェスについてのくだりである。ここで言及される、教会は、概要には、基地のものであったようであるが、彼は、その構成員ではなかったとされる。そうでなければ、 長老が彼にディオトレフェスの情報を教える必要がなかったからである。また、ガイオが追放の対象になっていないらしいことから、ガイオは近隣の教会の人物と推測される。なお、その説の中では、ガイオをディオトレフェスと同格の家の教会の指導者とみなす者もいるが、その説に立つ場合、なぜ長老はディオトレフェスに送った手紙をガイオには、 送っていないのかという点が問題となる。ディオトレフェスはみんなの頭になりたがっているとされる。この言語は第一と好むの構成語で一番上になることを好むことを意味する。新約聖書でここにしか出てこないが、こういう姿勢はマルコによる福音書9章35節に反するものである。そこでイエスは座って12で死を呼び、そして言われた。 誰でも一番先になろうと思うならば、一番後になり、みんなに使えるものとならねばならない。マルコによる、福音初級三35節その他、ディオトレフェスの問題点は4点に、整理されている。すなわち、長老王とディオトレフェスの対立の原因は、所管中に明示されておらず、不明とする論者もいるが、論争は、教理よりも教会内の主導権争いなどに、根ざしていたようである。 なぜなら、長老は、ディオトレフェスを批判しつつも、異端を解いたという非難はしていないからである。第一書、第二書では、加減論的な思想が異端として攻撃されていたが、ディオトレフェスがそうした思想をとっていたかどうかを、本文から読み取るのは困難である。ブラウンは、描写されている振る舞いは、異端的とは言えないとしている。また、ブラウンは、ディオトレフェスの側から対立を再構成している。 ヨハネ共同体は、グノーシス主義と近い側面を持っていたことから、正当派と異端寄りとの分裂があったことが、しばしば推測されている。それを踏まえると、長老と異端寄りの双方が、巡回伝道者を派遣していたならば、各個の家の教会にとっては、訪れた巡回伝道者がどちらの側なのかは、実際に説教させるまでわからないはずである。ゆえにリオトレフェスは、 余計な混乱を自分の家の教会に持ち込ませないようにするために一律に追い出したのではないかというのである。ハーパー聖書中会も同じ立場をとっており、小林実もブラウンの説を紹介している。エルンスト・ケーゼマンはディオトレフェスが正当であり、逆に長老は彼によって破門された人物であるという仮説を提示した。彼によると長老はもともと ディオトレフェスの教会において、植生としての長老の地位にあったが、異端とみなされて、ディオトレフェスから破門され、それを認めずに、長老の称号を堅持している人物なのだという。しかし、この仮説は、マルクスセン、ブルトマン、スミスなどからは、空想的に過ぎるとして批判されている。このほか、第三ヨハネ書の描く、愛に、批判的な聖書学者の上村聖は、第二書で、 この今日を持たずにあなた方のところに来るものがあれば、その人を家に入れることも、挨拶することもしてはいけないと批判していた、長老が、いざ自分の側が締め出されてしまったことから、自分を受け入れるものを、愛、善といった言葉で褒め添やすという強硫な行為に及んでいると解釈した。ゲルト大戦も、第二章での愛の扱いに、宗教裁判につながる要素が含まれていることを指摘しつつ、 そこで他人に向けてやるように命じていたことを自分がされてしまったことについて当然の償いと位置づけていた。逆に第二章と第三章の著者を別人と見る。田川健三は第二章で家に入れるな、挨拶するなと主張していた長老こそがディオトレフェスであり、第三章の著者である長老はそうした強烈な態度を批判し、皆で仲良くすべきことを説いていると解釈した。 実際のところ、第二書と第三書の姿勢は矛盾しているようにも見えるが、この点について擁護するジョン・ストットは、誤った教えを持ち込む者に対する厳しさと、正しい教えを伝える者に対する義務という、艦隊のあるべき姿勢を相互補完的に示したものと、捉えていた。なお、長老の少しばかり教会に書き送った手紙について、ほとんどの学者は、第三ヨハネ書きが、 第2を跳ね書きで叙述された、教説上の議論への印象を何ら含んでいないため、第2書のこととは捉えずに、勧告を記した先行する別の手紙に触れているのだと考えている。ただし、ジョン・ペインターのように、第2ヨハネ書旧説と、第3ヨハネ書のもてなしのテーマが重なり合うことから、実際に第2ヨハネ書に言及していると主張する者も,もいない、わけではない。 その所簡を握りつぶされた長老は、述節で、ディオトレフェスへの対決姿勢を示しているが、対抗手段が直接で向いて対決する以外に、残されていなかった点で、ディオトレフェスの妨害行為は成功していたと、ジュディスリウは見なしている。他方、ここで波紋などをちらつかせていないことについて、マルクス戦は、むしろ、長老が、絆の断絶までには、 踏み切るつもりがなかった証拠であろうと解釈した。十一節から十二節十一愛する者よ。悪に習わないで善に習いなさい。善を行う者は神から出たものであり、悪を行う者は神を見たことのないものである。十二デメテリオについては、あらゆる人も、また真理そのものも、証明している。私たちも証明している。そして、あなたが知っている通り、 私たちの証明は真実である。第3ヨハネ書11から12節、長老は11節で、画用へ善と悪とを対比して勧告している。この指図は、第1ヨハネ書のいくつかの不死を思わせるものとされている。論者によって挙げられている箇所は、少々異なるが、参考例として第1書4章7節から8節を引用しておく。7愛する、者たちよ。 私たちは互いに愛し合おうではないか。愛は神から出たものなのである。すべて愛する者は神から生まれたものであって、神を知っている。八愛さないものは神を知らない。神は愛である。第一ヨハネ書四章七から八節十一節、前半の、バルに習わないで、全に習いなさいは、 ヨハネ文書以外からの格言などの引用の可能性とヨハネ共同体の伝統に則っている可能性の双方が指摘されているがいずれにしてもこの文脈での悪は一般論ではなくディオトレフェスのやり方を指している十二節ではデメトリオに唐突に言及されているこの人物については第三ヨハネ書を画のもとに持参した人物と推測されることがしばしばである コリントの信徒への手紙に3章1節、ローマの信徒への手紙16章1から2節、コロサイの信徒への手紙4章7から8節などに、明らかなように、初代教会において、このような紹介状はごく一般的なことであった。ただし、デメトリオを手紙の持参者とする説については、真実養成書中会で、ヨハネ書館を担当した村上先導のように、 あくまでも推測として慎重な見方を示す者もいる。同様にデメトリオへの言及の理由を不明としている論者には、シュナイダー、中村和夫、岩隈正などがいる。いずれにしても、長老はここでデメトリオについて称している。ここでの真理そのものはしばしばイエス・キリストの因由と考えられている。改革派協会牧師の田中強氏には、 真理そのものが称しているというのは、信仰の告白を行うだけでなく、それが日々の実践と結びついており、デメトリオの振る舞いを見れば立派なキリスト者であることがわかるということとした。田中は、そうした点を、パウロ書館に見られる、自分の行動が推薦状であるとする考え方と結びつけている。その、真理そのものに、あらゆる人、私たちを加えた。 三重の証によって、長老は、デメトリオが信頼できる人物であることを示している。称するは、ヨハネ福音書や第一書では重要な概念の一つで、あり、ここでの三重の証言の重さを指摘する者も,もいる。また、このように、あえて、三重の証を与えていることから、イオがデメトリオを知らなかったと推定されている。なお、デメトリオは、首都教権によると、ヨハネによって、 フィラデルフィアの司教に認じられたとされている。しかし、この伝聞は、必ずしも信頼性が高い情報とはみなされていない。また、死と原稿録において、パウロを激しく批判した銀在区職人のデメトリオと同一死し、彼が改心したという可能性を指摘する者もいるが、その説を紹介した田中強氏には、事実ならば興味深いとしつつも、全くの憶測に過ぎないと指摘している。 13節から15節13あなたに書き送りたいことはたくさんあるが墨と筆とで書くことはすまい。14すぐにでもあなたに会って直接話し合いたいものである。15平安があなたにあるように友人たちからあなたによろしく。友人たち一人一人によろしく。第3ヨハネ書13から15十13.14節は第2ヨハネ書12節に類似する。 あなた方に書き送ることはたくさんあるが、紙と墨とで書くことはすまい。むしろ、あなた方のところに行き、直接話し合って、共に喜びに満ち溢れたいものである。第二ヨハネ書十二節、筆と墨も、紙と墨も、細かい表現の違いはあれどもどちらも手紙を書くことを表現している。筆として、言語で使われているのは足を意味する語であり、古代においては、筆記具として使われた。 墨として、言語で使われているのは、黒いという形容詞の中性型で、古代のインクには、すすに樹脂を元にした液体を混ぜたものが使われていた、ことによる。宮内明は、すぐにでもという表現について、事態が差し迫っていたことの現れではないかとした。また、バルバロは、直接会えることに対する喜びが表明されていない、ことは、ここまでに述べた悲観的な情勢を反映していると、 した他方でブラウンはこれらの節のような定型的な表現から特定性の高い情報を組み取ろうとすることに慎重な姿勢を示している。15節のあなた方に平安があるようには当時のユダヤ人の挨拶でヘブライ語法の投影も指摘されている。これはキリスト教徒たちも使ったがキリスト教徒同士の場合は独特の含意が込められる。 新約聖書中でも、ガラティアの信徒への手紙6章16節ペトロの手紙15章14節などにも、類似の挨拶は見出される。また、ヨハネによる、福音書20章19十21二26節にも、類似の挨拶が使われており、それらの登場箇所では、イエスの発言に、この挨拶が含まれている。挨拶における、友人たちという表現は、 新約聖書にはそれほど見られない。ジョン・ウェス・レイは兄弟たちの方が親しみの度合いが強く、そちらの表現に飲み込まれていったとした。他方、ジョン・ストットはここで言う、友人たちが兄弟たちに比べて親密さの度合いが劣っていると見るべきではないと、中期した。福音派の申請書中会でも区別の必要性は認められていない。 バチカン社本の第二ヨハネ書き部分第三ヨハネ書きは、純粋に個人宛ての手紙ではあったが、新約聖書の聖典に収録され、現在に伝えられている。第三書のような簡略で、個人的な手紙が今に伝えられていることについては、そこに真意を見出そうとする、ヘンリー・ H ・ハレーのような聖職者もいた。レイモンド・ブラウンは一つの可能性として、長老がディオトレフェスに拒絶された代わりに、 ガイオに新たな家の境界を開かせたのではないかとしている。つまり、そのガイオの家の境界においては、この手紙は重要な価値を持っていたはずであり、それゆえに伝承されたのではないかというのである。いずれにせよ、すでに執筆年代の節で述べたことと重なるが、ヨハネ書簡のうちで最も早くに言及されたのは、第一書で、 ポルカルポスによる言及は一連のヨハネ書館の推定成立年代の加減としても利用されている。それに対し、第三ヨハネ書への言及はそれからも長い間、見られない。例えば、エーレナイオスはその、イタンバクロンにおいて、第一書と第二書から引用しているが、第一書と第二書を区別していないし、第三書は引用していない。また、 いわゆる村取聖天目録ではヨハネ書簡は2通とされている。具体的にどの書簡かは明言されておらず、これを第3書への初期の言及とみなすバルバロのような論者もいなかったわけではないが、一般には第1書と第2書を指し、第3書は言及されていないものと受け止められている。第3書が3世紀以前に引用されていたことは確認されていない。 正方形では三世紀に入っても、ノーアキアヌス、キプリアヌスらは、第三書に言及していない。他方、東方形では、オリゲネス、エウセビオスらが新作あるいは公認書として第一書に言及する一方を、疑わしい書として、第二書、第三書に言及している。第三ヨハネ書を含む、現在の十七文書が、新約聖典とされたのは、アレクサンドリアのアタナシオスの、 第39復活最初館が最初とされている。この決定はヒッポ会議、カルタゴ会議などで追認された。第3書の短さは、その言及が他の聖典文書よりも遅れたことを説明する一因である。つまり、初期のキリスト教著述家たちには、単にそこから引用する理由がなかったというだけかもしれないのである。 言及の遅れに関しては、他にも、指針という側面の強さや、使との著作であると、なかなか承認されなかったことなどの影響が挙げられている。いずれにせよ、現存する最古の部類に属するギリシア語の、いわゆる、大文字写本の中でも、一部破損の見られる写本で、断片しか残されていないものの、市内写本、アレクサンドリア写本、バチカン写本は、 ヨハネ書館を3通すべて収録している。写本は多種多様であるが、それらの間に優位な異文は存在せず、本来の原文を確定させる上での困難はほとんどない。他方、シリアの教会では第3書の承認が遅れ、5世紀以降になった。5世紀初頭に新約部分が成立したシリア語訳聖書には、ヨハネ書館は第1書しか含まれていない。 それに対し、508年に成立したシリア語訳、フィロクセノスワケには3書館すべてが含まれ、616年の改定版でも踏襲された。中世ヨーロッパにおいては、聖典として受容された後も、第一ヨハネ書に比べ、第二書、第三書は、低い評価が与えられることがあった。宗教改革期には、マルティンルターが、新約聖書の文章を三つに分類し、 第一書にローマの信徒への手紙などと共に最高の評価を与えたのに対し第二書、第三書はそれより劣る評価になった。ジャンカルバンは行動書館の仲介では第二書と第三書を割愛した。これは当時の慣例に従ったものとされている。現代においても第三ヨハネ書を積極的に評価する意見ばかりではない。 岩波新書で聖書の入門書を戻した腰落ちからは、第二、第三ヨハネ書などについて、信仰思想的な価値は、少しく落ちると見るべきという理由で、内容紹介を割愛した。また、第二、第三ヨハネ書を主題とする研究をまとめたジュディス・リュウは、大学院生時代に、それらを主題としていることを述べると、しばしばなぜなのかと驚かれたものだと述解した。他方、 文章に、明記されていることから教訓を導くとすれば、信者たちは互いに親切にし合うべきことを説いた、可能性が指摘されている。また、ディオトレフェスの尊大な振る舞いや利己心から、自らの内面への今しめを読み取ることの大事さを説く、ものや教会から、そのようなものが現れて、分裂を引き起こさないように絶えず、気をつけるべきことを説く者も,もおり、福音派の申請書辞典では、 教会に対するいつの時代にも普遍的な警告を発している書とされている。ただし、第三ヨハね書きはそこに反映されている進学を議論するには短すぎるものであり、ジュディスリューは協議的な内容を書いていると位置づけた。新約聖典中でイエスもキリストも直接的に出てこないのは本書が唯一である。それでも短い中に真理が品質することなどを 他のヨハネ文書の進学とも共通する点とみなす者たちはいる。他、愛を引き合いに出すことも共通点として挙げられる。別の角度からの評価もなされている。日本でも1930年代には進学的にはあまり価値がないが、それよりも歴史的にその意義の大きさが認められるようになっているという位置づけが見られた。つまり、巡回電動車の影響が大きかった時期から、 地域ごとの教会に定着した監督者の影響力が強くなっていく時期の過渡的な様子を伝えているということである。キリスト新聞社の新共同約聖書辞典も第三書の価値を二世紀初頭上アジアの教会の状況を伝えていることに見出しており、小林美ノルも第三書に教会制度の過渡期における葛藤あるいは緊張を見出している。ジュディスリューは 現代では、初代教会の発展史の観点から第2、第3ヨハネ書の復権が果たされているとした。そして、その発展史の解明は同時に、同じ共同体から発したと考えられる、ヨハネ福音書や第1ヨハネ書の進学思想の理解を深めることにも寄与するものと位置づけている。長元は、第3ヨハネ書2節を引いて、例の祝福。 経済を含めた地上の人生の祝福、健康の祝福を受けるとする三拍子の祝福を提唱した。ありがとうございます。